はい、どうも。2019年の2月の27日水曜日、お昼の11時21分です。よろしくお願いします。これしばらく持ってます。お願いします。いっす。録音が持ってくる。いっす。いい感じだよ。ワード2。順調に進んでます。なんか新しい現代アートみたいな。わかんないです。適当におっしゃったんで。ゴム型を作る段階です。カラビナだっつってね、何回言ったら分かんない。お前ほんとほんとお前ほんとにポンコツだな。さっきその話したでしょ。その角は何になるのじゃない。何回説明したら分かんない。これがシルバーの作品でこれになるんだって何回も言ってるじゃん。なんでほんとに分かんないの。もうびっくりするんだけど、さっきもこれで最後なって2年間放送見ててもう分かるはずでしょ。これを作ってるんだってもう何回も言ってるだろう。なんで分かんねえの。なんで分かんねえんだよ。逆に不思議だわ。忘れたの？さっきの。どういうこと？俺もう何百回もお前に説明してんだけど、なんで逆にそうなるの？天才かよ、マジで。わざと言ってるでしょ、もはや。見つけありがとう。すげえな。すごいよ。高架まで10分ぐらいですかね。うん、多分ね。いや、それはあの5分のやつ。あ、5分。了解です。クイックファイブだから。了解です。じゃあ5分こうします。いいなあ、なんか。いや、愛情が半端ない。もうこの前のやつからカウントして、こいつ自身ももう多分ね、何時間ぐらいだろう。
400時間ぐらい触ってるんだよ。400時間とか下手したら500時間ぐらいとか、どれくらい触ってんだろう。手間暇が半端じゃないかんね、こいつ。黒いやつなんかないかな。何がね、黒い板的な、黒か、この緑借りていいですか。うん、配信的に、そう、白だから抜けちゃうんですよ、うん、こんな感じです、今現在。私の作品であります。その方が分かりやすいか。なお、なんでハラハラするの。今、宙づりになってます。楽しみだね。俺が転んだら終わりだから、ポキッつって。楽しみだな。いいね。そうなんだよね、壊しちゃうんだよね。いやほら、アートって破壊だから、破壊なくして想像はないから。よくない？欲しくなってきただろう、ボン。ほら、ボン。欲しくなってきただろう、ボン。わかるか、ボン。よく見るんだ、ボン。欲しくなってきただろう。欲しくなってきただろう、だんだん。わかるか、ボン。アルバイト増やして、な、欲しいだろう。え、ナンバさん買ってよ。普通に買ってよ。叫んでんの。ナンバさん買わない？マジで買ってよ。予約受付中だよ。マジで買って。サイズはいいぞ。いいね。これはいいぞ。いや、マジで楽しみになってきた。これは違う、タムタムのじゃなくて、こっからもう一段階作業が入るから、これが原型の原型になるの。ちょっと俺が特別な注文の仕方してて、これが原型になって、例えば俺が1個目を作るじゃん。でタムタムが仮になんだけど、特注で模様を変えたいとか、ここに刻印を入れてくれとか、要は特別なオーダーが入った時に、要は一個前の原型に戻って、本当に世界に一個しかないのを作れるような仕様になってる。量産は可能なのね、シルバーは。型を作っちゃえば何個でも同じものを作れるんだけど、あえてワンクッション原型を挟むことによって、特別オーダーに対応できるようになってる。だからこれは原型の原型になる。で、俺と全く同じやつが欲しいってなれば、そのまま、俺の金型原型っていうやつをコピーして作るのが、まあ俺と、ま、同じの、全くっていうわけじゃないんだけど、そう
だけど、その模様を変えたいとか、刻印を入れたいとか、特別なオーダーに対応できるように、わざとこういう風にしてる。あと、まあ、っていうのが建前で、本音は、よい子さんが俺の気がコロコロ変わって、またどこを変えたい、こう変えたいっていうから、バックアップを取ってるっていうのが、よい子さんの考えで。俺の気が変わるじゃん。やっぱこうしたい、ああしたいって。そのためにバックアップを取ってるっていうのが、まあ本当のところ。今気に入ってる段階でバックアップコピーを取るって。だからデータの保存だね。一回。大幅な形変更はできないけど、この段階で今、保存をかけてるっていう状態。もう5分経ったかな。もう大丈夫じゃないですか。はい、できました。固まりました。こんな感じでございます。ちょっと一回記録用に映像を撮ろう。はい、ということで花形原型の土台作りです。こんな感じです。はい、無事に完成しました。こんな感じです。シルバー和道の土台が完成しました。よろしいでしょうか。よろしいですか、皆さん。はい。はい、こんな感じです。はい。模型、まあ模型、プラモデルのさ、この金属の土台っていうのは、ほら、プラモデルの端っこの切るところだよ。簡単に言ったら。プラモ作ってるのと同じですよね。そのプラモの端っこのフレームの四角い枠みたいなもんですよね、これは。こういう感じです。OK ですか ?OK ですか皆さん。じゃあ次の工程いきます。お願いします、先生。じゃあ僕はカメラマンに。お前が作んないんかいっていう。お前さっきからタバコ吸ってるだけやないかっていう。はい。じゃあ、行きましょうか。先生のところに。よいしょ。この前ノコギリで切ったやつです。あれ、そっちがノコギリ断面した方ですよね。反対側の方がいいんじゃないですか。うん、はい、博物館の展示品みたいになってる。神々しい。なんかあードキドキする、ドキドキする。これを作るのね。そうですね。これが、ゴム型で言われるやつで、これを今から作ります。リングのゴム型ですね。これを作ることによってで量産、ここにワックスを流して、あのリングのワックスを作るという感じですね。はい、ありがとうございます。今スポットがちゃんと動くかみたいな。はい、あ、じゃあそれも記録して。でも今日ワックス作業やんないですもんね、うん、一応テストって感じですよね。がなかなか見れないワックスの生成する場面をね。
あ、動き始めた。空気が漏れてるね。草の中に入ってんすか。暑いからさ、ここら辺暑いでしょ。あ、あったかいっすね。これすげえ。ドロドロってことっすか。ドロドロのロウが入ってますね今。緑色のワックスですね。ドロドロに溶けたワックスです。なるほど。で、空気が空気なんだな。空気がなぜ漏れているのかと。簡単に言うと、釜で溶かした液体状のろうそくだと思ってください。今から機械の調子を見ますね。このゴム型に多分ワックスを流し込んで複製品を作れるっていうテスト。要はここの穴からろうそくをブワーって入れるんですよ。で、ろうそくが固まったら、このリングの形に中身がなってるの分かります？で、これの複製品ができると。っていうような、これがゴム型ってやつですね。要はこれがもう作品のそのなんていうのかな、同じリング、こういうリングを作るわけじゃないですか。でゴム型っていうのを切るんですけど、これを紛失したらもう同じ商品を作れない。だから多分そのカルティエとかティファニーとか鍵のやつとかも全部こういうゴム型があって、ゴム型やってんすかね。ティファニーとかもそうなんですか。どこのメーカーもこういう素材で同じものを作っていくと。ここ下つないでないからじゃないですか、ワックスの出口を。違うんですか。
少しだけメーター動いてましたけどね、さっき。抜けてるというか。よいこさんのアクセは、よいこさんのアクセ、いや、だから、シルバーはどうや。一緒に作ってんだよ。買えよ。何回言わせんだよ。買えよ、これ。これがそうだろうが。買え。ボン買え。作ってるじゃないか。よいこさんはね、オーダー。ちょうどこの前の配信がね、よいこさんの作品があったけど。芸能人のブライダルリングとか作ってますよ。オシャンティーな感じですよ。こっち側の問題じゃないですか、ポンプカーの。うん、でもそう思う。うん。だよね。だからここからここ抜けててちょっとしか行ってないってことだよね。そうそう。これが上がんないんだよね。そう。だからキック側の問題だと思いますよ。キック側がどっか抜けてるか。わかんないですけど使ったことないんで。フルオーダーですよ。壊れてる可能性あるけどね。ああ。ゴムが劣化してるか。うん。ゴム劣化してたらな。温まってるっていう作業はもう終わってるんですもんね。そうそうそう。これが使えるかどうかはもう。でもこれが出てきちゃうってポンプ作動してるからビュッて出てきちゃうんじゃないですか。そうなんですか。うん。ここ繋いでないからとか、あそこにゴムグッて刺すんだ。そう。だからこの体型がさ、うん、か、これしかないから、最初これ作ろうとしてたじゃん。はい。でかいやつ。はい。合わないってことです。そう。で、それに気づいて、なるほど。つくんだよね。意味がないから。うん。あ、これだ。なんか、来た。ぐらってる。あ、そこだ。あ、それだ。あ、それっすね。そう。詰まってました。これだ。ドライバーじゃプラスドライバーとか。わかりました。オーダーメイドですよ。後で作品ね、手空いたら見せてもらいましょう。多分ね、見つけありがとう。イヤホンでコメントを聞いてるっていう。アドリス、うん、ずっとここで作業しながら、ずっとだからロム線が多いの分かるでしょ、みんな。みんな運転しながら、タクシードライバーさんとか、ここでよいこさんは作業しながら一人で笑って突っ込んでるの。独り言言ってんの、笑とか言って。だから俺はリアクションが分からない。ちょっと反応どうなってんのって。みんな絶対向こうで笑って、パソコンのさ、向こうで笑ってる。笑ってるんで、イヤホンでコメント拾ってんの。このイヤホンで。みーすけさん、原因が分かってよかったとかでしょ、多分。来てます。うん、来てます。うん、来てる。抜けてたんです、そこで。そこをがっちり締めれば。OK。
けますね。あ、切っちゃうんですね。はい、ブッキー。ああ。よいしょ。はい、切りたてほやほやです。捨てまーす。ほい。なんかあれじゃないですか、作業やってんじゃないですか。平日の、あ、昼休憩前だから飯でも食いに行ったわ。うな丼とか食べてない、わかんないっす。うな重味噌カツ。味噌カツ、あの小倉トーストだっけな、あれ食いたかったのに食わなかったんだよな。喫茶店名古屋。ペンチだけでこんなあるんだよ。みんな。意味がわかんないでしょ。何何をそんなに挟むんだって。すごいよ。トンカツだけでもこんなに種類あるんで、意味が分かんないでしょ。普通家庭に1個とかさ。でもこれ1個1個用途が違うんだよ。このプラスチック製なのか、柔らかいハンマーなのか、鉄製のハンマーなのか。そう、1個1個木のハンマーでも重さが違うとか。買い込んでるな。すごい。よいこさんのすごいところは、一個の作品作るために道具から作るの。世の中にない道具だったら、それがすごい。要はヤスリとかも作るの。道具作りから作品作りやるから。ハンマーまだ、まだトンカチあんの。あ、じゃあこれリングのあれだ。これは指輪のサイズを測るやつですね。指輪のサイズを測るやつです。指輪測りですね。よいしょ。うまく起動するかな。それダメっすね。僕変わっていいっすか。僕得意っすよ、そういうの。意外とできる子ですよ。無理やりバカ中からね。そうです。無理やり締め付けるだけですけど。こいつとの兼ね合いがある、はい、あ、ほらパワーが足りないんですよ。奥まで行って。
か。お、来てない。来てる。あ、これだ。そっちのやつだ。あ、どっから抜けてんだろう。亀裂が入ってる。ああ、劣化して。どんどんケーブル短くなっていくガムが短くなっていくこれ全部誰が悪いの？え？いや別に誰が悪いとかないですけど佐野ですよ誰が悪いとかは特にないですけど佐野が全部悪いですサノリングとか作ったら売れそうだな、なんか。サノリング。でもなんかプレゼントしてもさ、はい、怒られそうだね。うん。いらねえよ、これ。いら、言いそう。なんだよ、勝手に送ってよ。よ、いら、バカお前、俺、つけねえだろ、指輪とかよ。で3日後には超絶ディスですいやだってよ向こうがよ勝手によ送りつけてよいや払ったよとか言っていやそれは詰むだろとか言って不可視が始まるっどこっすかえここもだそこテープでいいんじゃないですかテープじゃ多分無理っすか。ああ、そうか。圧力。そうそう、圧力。え、足りなくないですか？ケーブルの長さ。大丈夫。ケーピー。短くなってくな、どんどん。いや、絶対足りないでしょ、長さ。床に置いちゃえばいいのか。ああ。いや、ゴムが劣化してるんだね。もう大丈夫。あ、本当だ、言ってた。こっから抜けてたんだ。ゴムが。昔佐野さんの放送で怒られた、はい、怒られたからね。何ですか、ね、なんてよくお前リスナーだと思ってお前とかって下げんじゃねえぞこれは空気抜けるわ。佐野と一緒で、あの口から歯の間から空気が抜けてる状態ですね。これやっぱり佐野が悪い。スカスカの佐野の前歯と一緒割れちゃってる。めんどくせえから自分でぶっこ抜いたとかわけのわかんないこと俺あの動画一番好きなんですよね。すごいよね、うん、みんな見たことあるちゃんまんの歯がなんでないのかって言ったらリスナーのフリに対してキッチンの方に自慢げに歩いていって右手に握り、なんか握りしめてると思ったらああ俺の歯とか言って歯取っといてるんだよでグラグラしてっからよめんどくせえから自分でぶっこ抜いたんだよとか言ってあの人自分で歯抜くんだよ知らなかったでしょあれ自分でむしり取ってるんだよ歯を腹痛いってわあありがとうボンアイテムたくさんありがとう、うん、腹痛いめんどくせえから歯抜くってどういう発想だよ。腹痛いよ。腹が痛いよ。言ってることの意味が全然わかんないよね。すごい得意げに言ってたのね。あの動画帰ったら見よう。歯を抜く佐野。短いな。短いね。いけるか。どう？あ、だ、来た。来た。来たけど。ああ。やっぱり若干。抜ける、うん。どっから抜けてんだろう。いや、今これ締めてたとこが。はい。からポロ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 カスが出てきた。ああ。もうこれ自体はもう劣化してるの全部。うん。どうしましょう。まあこれは今度、うん、今度もあの本買ってくる。うん。でもまあ。まあまあ。まあそうですね。寿命だね、見つけたら。寿命っすね。さっき
じゃあこのゴムホースによっさんと命名しよう。寿命ですね。もうあと3年以内に確実に死にますね。よっさんは確実に3年後生きてないっすね。相当なあれしてるでしょ。いやもうめちゃくちゃですよ本当。糖尿痛風なんだろう、もうあの金梅さんですら本当にやばい状態なのに、その金梅さんがよっさんの数値見てドン引きしてたぐらいですね。あれマジでやべえっつって金梅さんが引くぐらいっすよ。ちょっとは反応しますね。あ、さっきより、うん、全然来ますね。でも収集が遅いですよね。うん、漏れてますね。ゴムっすね。いけます？ダメだ。ダメっすね。了解です。じゃあワックスはゴムがやられてるという。ゴムホース修理代花火ください。ゴムホースの修理代花火お願いします。皆さん、あ、誰だ、危ないっす、危ないっす、危ないっす。ワックスはダメ。さて、いよいよこの真空マシン来ましたよ。真空マシン。グルガンでしたっけ。俺が100円均一で買った聖なるグルーガンをみんなにお見せしよう。俺が100均で買ったグルーガンだ、これが。この前ダイソーで。グルーガン大花火ください。あ、お願いします。グルーガンやってくるわ。この方に対して、はい、この絵は違う違う、ユーゴさんで、うん、さっきそれ傾けた時に、うん、こっちに寄っちゃってるんですよ、これが、うん、だからこれが台が真ん中なのに、ここの軸真ん中じゃないじゃないですか、こっち側に寄ってるじゃないですか。だから近づいて言ってることは、これが真ん中に来ないと、はい、均等にいかないんだ。あ、なるほど、そういうことか。そうそう、でもだから僕もそれ悩んだから、こっちにしようか。なるほど、なるほど、うん、でも本当はこっちの方がいいのかもしれない、これに関しては。いや俺もそう思いますよ。こっちで行く、うん、俺もなんかこっちの方が絶対いい方、うん、いい気がする、これは。いやちょっと左寄りな、うん、うん、俺はこっち派かな、なんか感覚なんですけど。だってこっち側に寄せちゃうとゴム切った時パツパツに寄せることになりますよ、こっちも、うん、作品に対してセンター取った方がいいような気がする。感じですけど、
ます。こいつ、はい、この子から、はい、この幅と、はい、この子から、はい、この幅を同じところで、あの、かぶせちゃえば、はい、肉厚ここ一緒なのか、そうですね、うん、一番出っ張ってるところだから、うん、そこに対しての選択でしょ。いや、ここの間を測ってセンターを取ればいいですか。まず。3.5 の位置にせよ。 3.5 の位置にピッと線引いて、ここに対して線だったかもしれない。 3.5 の位置でここ、からここで7ジャストじゃないですか、から 3.5、 ここがセンターですよ。センター取れないから、ね、でこれはこことここの上と下がだいたい競ってるぐらいでは、だからもうこれでいいと思う、はい、これでいけますね。よいしょ、風見ちゃん、行きます。一箇所どこか、あのボンドで止めた方がいいんじゃない、アロンアルファ的な、それともグルーガンでいく。
ガンガン、ガンガンな。さっきまであんなに丁寧だったのが全く無意味なんで。うわうわってなってた。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ちょっと捨てとかね。気に抜くと、特に人が作業してるって、そういう感じ。感情になりますね。上は蓋かぶせるだけでしたっけ？じゃあかぶせない。そうなんですか。うん、あ、そうかそうか。帯入れるんだっけ。ピッタピタにしますね。
体行くの。マラソナイマンにしています、僕は。これくらい持ったら大丈夫ですかね。40構造くらいで折りまくったんですけど、いや大丈夫ですかね。これだけ持ってダメだったらもうダメだ。てかこれ自体があの、はい、燃料結構あるから大丈夫。大丈夫ですよね。でもグルーガンでなんかこうアートもできるな、これグルーガンアート、おぞましいものができそうな気がする、うん、グルーガン自体、グルーガンだけでも面白いな。そっか、ゴムの液が漏れなきゃいいのか、うん、大丈夫か、ここまでやったら大丈夫ですね。 OK です。よし、仕事終わり。いい仕事した。グルーガンでコーティングをしたところでございます。皆さんグルーガンでバッチバチにコーティングしました。こんな感じでございます。まあ液漏れをしないことを僕は祈るばかりですね。グルーガンでコーティングしました。パチパチありがとうございます。コメント打ってる場合じゃないですか。で、あ、そっか、混ぜ、え、そっか、これ、鬼かけるのは最後なのか。じゃあ、もう俺はキャメラマンやんないと。お、猫の目お疲れ。用事で学校行ってきたの？お帰り。ハートありがとう。よっしゃ。まあ、こんな感じでございますね。僕のグルーガンアートですよ、グルーガンアート。なんでもアートっていや、いいもんじゃねえだろって。はい、もうお帰り。いよいよ。これね、あの、液ゴムとの液の相性悪くて、ドロドロに溶けたら爆笑しますよ。最悪だよ。ドローンって、えってあの。ちなみに、あの、普段、その、シルバーの業界で使われない素材で今回トライするので、あの、液と液が反応して爆発する可能性がありますので、皆さん。大丈夫ですよね。大丈夫だと思う。じゃあやっちゃいますか。うん、素晴らしいだね。いや楽しみだな。1時間あればいけるっしょって言ってたけど、もう5時間目に突入してるっていう。そう毎回こんな感じですよね。ああでもないこうでもないっつって。そうなの。あ、写真、そうっすね。ぜひぜひ。それ LINE でください。うん。あれツイ。いいとす、あ、いいっすね、いいっすね。画質いいな。いや、楽しみだね。
写真撮ってもらってます。本当ですよね。なかなかこのサイズで作らないですもんね。作らないよね。しかも自分でそのこういうことをこの方切ろうと思わない。ですよね。業者にぶん投げるよ。本当ですよ。これあちょっと待ってもらってもいいですか。あのさっきの緑のやつあります。ああ。あれどこだっけ。後ろね。いいっす。これでやっ。よいしょ。ダメだ。サイズが。あ、ちょっとダメか。うん。合わないっすね。斜め上からになるのかな。ダメっすね。あ、僕変わっていいっすか。じゃあこっちお願いします。うん、カメラマンだからね。わかりづら。いや、いいです、さっきので。めんどくさくない。ポンコツか、うん、あの、カメラに対する情熱よりもめんどくさいが今混ざった瞬間です。めんどくさっができればいい。仕上がりができてから買うってやつは俺はにわかだと思ってるから、どんなにクソみたいな作品でも和道さんが作ったんなら絶対買うっていうやつが俺は本物だと思ってるから、作品ができてから買うってことはショッピングじゃんお前っていう、俺の才能見抜いてねえじゃんっていう。和道さんだってリスナーさんで昔いたよ、和道さんゴミ送ってくださいって。あの和道さんが鼻をかんだティッシュ買い取るんでいくらですかって本気で言いたかんのよ。まあ綾香っていう女の子なんだけど。それが本当のファンでしょ。俺はポンコツじゃないから、めんどくさがり屋だから。お前らポンコツと一緒にすんじゃねえよ。俺はどちらかっていうとお前らより全然賢いだから。もう仕上がり仕上がりうるせえわ。もう三本骨猫の目買うよね。猫の目、そうだ猫の目さっき聞いてなかったけど猫の目買うよな。猫の目ボンもニンニもポンコツだから買わねえってよ。ポンコツだから仕上がりがどうとかなんかできてからとか、お前は買うよな猫の目。まさかお前買わねえとか言わねえよな。どうすんの決めて。アルバイト1個増やそうね。どうするねこの目。どうする、買うか。おーし、ほら聞いた、ボンボンとニンニ、これがファンだから、これがファン。あー猫の目いいよ、分かってるね。もうポンコツだな、ほんと、ニンニと、ね、ニンニとボンは。バイト増やせ、バイト。週、土日で入るバイト増やせ。いや、買うでしょ。これがファンだよ。タムタムと、ニン、ね、タムタムと、猫の目は、え、買わんってどういうこと？買わねえのかよ。買うかっていう、思いっきり。のいいのじゃなくて、ツッコミの方の買うかの方か、買うかボケの方か。ああ、もうツッコミのセンスももうポンコツだわ。ほんとダメだわ、ほんとツッコミのセンスもダメだわ。ああもうダメだダメだ、やっぱセンスないわ。ダメだポンコツどもは。ミースケは買うよな。なあミースケ、ミースケはそうだよな。買うかは関東では買いますって意味だよ。もうほんとダメだな。ダメだわ。もうセンスがない。お、綺麗、美しい。なんか綺麗。
なんかいい。綺麗。缶が開いた。で、こいつを混ぜます。なんかやっぱいいっすね。ああいう感じで商品ディスプレイしたいっすよね。空中に浮かせて商品アクリルケースに入れてライトアップして、ああなるほど、はい、作ろう、それを作ろう。はい、わたつ。金魚姫は買うよね。金魚姫。金魚姫は買わないっていうことないでしょ。猫の目とボンとニンニンはポンコツだから、クレームまで入れて10万円とか、誰が買うのとか営業妨害してくるクソみたいなリスナーがいたんだけど、買うわけないし、みたいな。ね、金魚姫は買うよね。ファンだもんね。にわかのファンと一緒にしないでほしいよね。金魚姫買うよね。遅いよ、レスポンス遅いよ。どうした？買うよね。ダメだな、もう4ポンコツだわ。今日から 4人目のポンコツだわ。ダメだ、4ポンコツ目が増えたよ。仲間が増えたぞ。3ポンコツ、おい、ポンコツ3人衆、ポンコツ4人衆だわ。もう今日からポンコツじゃないって言ってたけど、あ、悩んでる、わかるよね、悩むよね。ほら欲しくなってきた、欲しくなってきた、ほら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 、欲しくなってきた、欲しくなってきた、ほらほら、わあ綺麗だな。ふざけんなよ、もうポンコツ増やしてどうすんだよ。ああ、いいね、そうそう。そうだよ。遅いよ。何やってたの、そうそう。遅いよ。待ってたよ。そういうことだよ。なんで気づかなかったの、今まで。そう。そういうことだよ。そう。右と左があって初めて、面白くなっていくんだから、右に偏ったり、左に偏ったり、しすぎなんだよ、最近のリスナーは。来たよ、盛り上げて来たよ、アホさんが来たよ。さあさあ、ソソの腕の見せ所だ。タムタム呼んできて、ソソ。タムタムと誰呼ぼうか、ちょっと集めてきて。ガチャガチャやろう、ガチャガチャやるよ。ガチャ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 やるよ。はい、ミースケ、ミースケもおいで。買うとか買わないとか、買ったり買わなかったり。いや楽しみな。半々で行くんすか、配合。ん？比重はもう書いてあるんすか。うん、了解。昼休み中だから落ちる。帰れ帰れ。昼休みに来んじゃねえ。帰れ帰れ。バーカ。ああ、もういい。
タムタムだけだわ、本当に。信じれるのタムタムだけだわ。タムタム、起きて。タムタム。タム、起きて。タム、どこ行った？あ、来た来た来た。タムタム。タムタムは買うよね。タムタム言ってやって。タムタム。タムタム見せてやって。そのガチ勢の。ガチ勢の勢い。買うよね。タムは可愛いな、本当に。本当に。本当に、もうタムはすごいわ。すごいだろう。これが囲いだから。これが囲いだから。みんな見た？買うって。即答早かったでしょ？おい、ニンニとか、おい、猫の目とか、おい、ポンコツ。おい。ニンニとかボンとかポンコツども、おい、起きろ。タムタム先生のコメントを拝め。これが囲いだから。わかる？もういい。もうタムタム、タムタムは特別名誉リスナー賞プレゼントだね。和道アワード2019、もう受賞確定でしょ。マジか、いいなぁ。うん。狙ってたな。あ、狙ってた。あ、じゃあ、シルバー特別部門賞受賞ですね。やった。和道アワード2019。これ、タムタム来てるな。和道アワード2019。招待されるよ、これ。11月23日頃に。年末のご予定はいかがでしょうか。いや、タムは、だってもう前から買うって言ってたもん。ああ、もう、ソソとかもうみっともないよね。ソソとかもうみっともない、ほんとに。みっともない、ほんと。がっかりした。ソソとミースケにはがっかりした、ほんとに。もうみっともない。大人げない、ほんとに。なあ、お前ふざけんなよね、この目考え直した方がいいとか。おい、てめえ、いい加減にしろよ。今から大阪行って、てめえの店ガッチャガチャにしてやろうか、この野郎。てめえのアパレル。てめえのバイト先ガッチャガチャにしてやろうぞ、てめえ。うん。和道アワード2019、たむたむ招待される可能性高いな。あれ。ん？また不調ですか、機材の。ちょっと。ちょっと。どうして電池つかない？タニタ、どうした？え？電池が、あれ？目分量でいきます？プラスとマイナス間違えてるとか？いやー、そういうことじゃないと思う。最近の日本製品ぶっ壊れますからね。なんかここに白い液が出てきて、これダメダメダメ。電池がダメですよ、それ。いや、そういう問題じゃないから。大丈夫。なんでシルバー作り繊細なのにそこ雑なのっていう。ほら、買いたくなってきた。ほら、おい、予約しろよ。逃がさないよ。普段コメント書いてる勢たちは。来た。やっぱ電池の拭いたからだ。液漏れだったんだ。そうだよ、ほら。言うとるよ。あれ？あれ？ほら。なんで電池がダメなんですよ。なんだ？ちょっと待って。4時間効果でしたっけ、これ。そうです。だったらいいんじゃないですか。一気に混ぜちゃって、半分なんかに移しちゃうとか。そうなんですけど、はい、多分僕の読みでは、はい、一缶半なんですよ。一缶、あ、そっか。そう。なるほど、なるほど。なんですよ。あ、ほらほら、ついてるでしょ、ついてるでしょ。はい、ついてますね。ついてるでしょ、ついてますね。はい、見える？話してみましょう。で、これをちゃんと、入れると、ガチャって、はい、やると、ほら。場見ればいい。あ、ついた。ついた。つくじゃないですか、もう。んだよ、たまたまありがとう。この計りに
ニンニって名前つけていいですか。ボンかニンニか猫の目って名前つけません、このはかりに。このはかりに向かってニンニって呼ぼう、今度から。カズミちゃん書いてみます。いいです、いいです。やりましょう。で、ゴム。これ洗った方が良くないですか。これは洗った。え、洗ったんですか。だってカズミちゃん洗ってくれたじゃん。え、これ洗ってないですよ、僕。じゃん。え、これは洗った記憶ないですよ。洗ってくれたよ、これ。え、これ洗ったっけ。うん。洗ったよ、これとこ。俺、これは洗ってないです。洗ってきます。うん、洗ってない。だって、ほこりついてる。え、洗ったっけこれ。これ洗ってねえぞ。洗ったと思うよ。いや、洗ってないですよ。うん、洗います。いや、洗ったらこんなほこりつかないでしょ。でも、それ塗っても、ほこり何もつかない。え、じゃあ、いいや。これでいいっす。ティッシュでペッペッてやっとけばいいんじゃない？なんか洗いたいの。洗おう。いや、結構、こういうの。嫌なんですよ。ゴム型綺麗に。ゴム型残るもんだから綺麗に。よいしょ。うるせえぞアンチバカしね。カス。イチャモンつけてくんじゃねえよ。こっち忙しいんだよ。仕事中だよバカ。うるせえぞ引っ込めバカ。萌えとかいうやつ気持ち悪い。全然萌えでもねえ顔のくせに。ブスに固定班帰ろ。何が萌えだよ。あれどれだってスポンジどれでしたっけ洗う用の。は、これに突っ込んで適当にそこら辺突っ込んで、はい、俺が作ったもの以上に素敵なものが世の中にあるわけねえだろ、バカかよ。プライスレスだろそこは。働けよお前ら、バイト増やせよ。3ヶ月ぐらいあれだよ、貯金しろよ、ワードシルバーのために。欲しくないの？本当は欲しいんでしょ？ねえ。本当は欲しいんだろう。本音を語、本音で行こうぜ、本音で。本音で。本当は欲しくて欲しくてしょうがないんだろう。後悔するよ。今手に入れないと。ちゃんとしたとこで買うって、なんでオリジナル製品なのにちゃんとしたとこもなくそうないよ。うちからでしか買えません。金属アレルギーとかもうほんと頭おかしいだろ。いや言っとくけど、たむたむ金属アレルギーなのに買うって言ってるからね。これマジだから、たむたむガチの金属アレルギーだから、それでも買うっつってんだよ。わかる？わかる？本当のガチ囲いだから、金属アレルギーよりも和道のシルバー欲しいっていう思いが勝ったんです。お前らあれ死ぬ時後悔するよ本当に。あの時買えばよかったって。俺が死ぬ時か、お前らが死ぬ時、あ、私の生き方間違ってたってなるよ。いいの？服も何で拭けばいいですか？何で拭けばいいですか？そのあのあれで言うよ、これこれ、うん、です。ティッシュで拭こう。
らないなら帰れよ。どっか他の枠行けよ。だってシルバー作ってる配信なんだから。他行けよ。いらねえんだったら需要ねえだろ。他行け、他行け。冷やかしのも。暇人が。暇人の貧乏人が。金属アレルギーじゃないの、たむたむ。そこは乗っかってよ。そこはそうだよって、金属アレルギーだよって乗っかるところでしょ。配信のイロハを叩き込まないとダメだな、こいつら。あ、やっぱ洗ってなかったっすね。本当？なんか汚れが出ますもん。よかった。ウィス、お願いします。ありがとうございます。ウィス、さて、よっしゃ、行くぞ。まあ17万ぐらいかな、うん、17万かな。20万は切るよ。安いでしょ。見てかっこよくない？すごいよね。わー、欲しいな。いや、これあったら人生変わるよ、マジで。いや、どこで予約って、俺に DM か LINE 送ってくれれば。俺、ブランドオーナーなんで、はい。僕に連絡くれれば買えますよ。なんか、よいこさんが作ったやつ見たいっていうのがあったな。さっき。あります？僕が作ったの。あ、いいや、竜見せよ。竜あります？でも女の子でしょ。え、女の子見たい。今度見てる。確かに女の子向けのなんかイタリアンジュエリーっぽいのとかあって、今ないっすもんね、うん、この前納品しちゃったばっかりっすもんね、うん、結婚指輪でしょ、うん、結婚指輪とかブライダル系のすげえ綺麗なやつが前回あったんだけどな。ダイヤついてる。そうっす、あれプラチナの。俺の好きなドラゴンちゃん、ドラゴンちゃんいないですか？あ、違う、そっちのドラゴンちゃんじゃなくて、あのでっかいやつ、俺が欲しいやつ。そいつだ。きたー、こいつ大好き。こいつ大好きなんだよな。金もゴールドもプラチナもホワイトゴールドも全部いける。かっけー、これ欲しい。これ超いいよね。素材は何でもいけるよ。超かっけんだけど、これくらいの重さにはならないですよね。なんないでしょ。なんないっすよね。ここまではいかないっすよね。でもこれのちょい何回かって感じですよね、うん、7割ぐらいいくか。結構重たいっすよね。かっけー、マジで欲しい。著作権が上がるから俺の放送広告料取れなくなるからやめて。もうそういう小ネタのために俺の広告料がなくなっちゃうんですよ、それ。僕もやりたいですよ、そういうの。あれ、広告料ってどのぐらい払うの？いや、だから今の、うん、今の BGM で、僕の、うん、あれですよ、YouTube に上がった広告料がもう取れなくなったんですよ。そういうもんなんですよ。そういうもんなんですよ。YouTube 厳しいんですよ。うん。うわ、超かっこいい。
もう出たよ、まだ。クロムハーツ買うとか、ゴローズ買うとか。お前ら何にも分かってないくせに、ゴローズって言うときはマウント取れてる気になってるんだもん。バカだろ、ほんと、クロムハーツなの、ゴローズなの。センスねえわ。分かってねえわ。もう、お前らと、もうなんか、芸術の話したくない。ポンコツだから。分かってなさすぎる。ダメ。愛が足りない。和道愛が足りない。和道愛が。はいはい。ありがとね。アイテムありがとう。リスナーがリアとした時、クロムハーツつけてたら引っ叩いてやろう。コラ。コラですよ。よくお前それつけて俺に会いに来れたなっていう。ゴローズつけて。ライバルですからね。クロムハーツ、ゴローズも。ティファニー、カルティエ、もうその他一切許さないから。下打ちしよう。リアートつけた。って。なんかそういう配信者いるよ。真鍮で作れ。真鍮のアクセサリーとかもう恥ずかしいだろ。真鍮も銅も別に何でもできるよ。だけど小学生じゃねえんだから。真鍮金プラチナゴール、ん？金プラチナホワイトゴールドピンクゴールドイエローゴールドピンクシルバー、んー、まあ何でも何でもできるよ。金属な真鍮だろうがどうだろうが。歯ってどういうこと？歯の意味が分かんないんだけど。何でも取り扱いはできるよ。
25グラム。25グラムだと。緊張するな。結構粘りあるんですね。面白い。これ結構あれですよね。真空にするか泡大丈夫ですよね。うん。うん、でもまあ基本はあの納豆みたいにしない方がいい。あのか、はい、こう切るような感じで。切る感じ。そうそうそう。はい、切ってそうそうそう。うん、まあ、空気入りまくった。お願いします。不安です。こんなもんすか。ちゃんと混ざってくれる。一個いくらからなの？製品？まだそのグラム測れる段階に来てないから、次の工程ではもう価格発表できるかな。まだね、まあ20万いかないぐらいかな。20万いかないぐらい。今回作ってるやつは。いいね、ありがとう。アイテムありがとう。反発して泡立つってことですよ。昔一回連れてやったことが泡に泡になっちゃった。当時の相棒と、はい、なんだこれやつ。YouTube はそんなにほら、あの、うん、どんなことさ、これをどういう風に作ればいいかとかないじゃん。ですね。本ですよね。本か人づてか。
そう、うん、分かんないですよね、失敗しながらさあ真空かな次は。この泡だった、泡だったでしょみんな、この泡ブツブツ、これを真空で取ります。今からじゃあお願いします。いやめっちゃ楽しみ、買いたくなってきたねみんなね、こういうの見てると。料理配信ですね、欲しくなってきたでしょ、わかるよ、予約受付中です、わかるよみんな、もう欲しいんでしょ本当は。いいんだよ、アンチコメントとか気にしなくていいんだよ、欲しいって書いていいんだよ。和道さんいくらですか、欲しいですって。いくらですかっていうか、ね、値段は気にしません、ぜひ譲っていただきたいですってコメント書いていいよ、家まで行くから。訪問販売、訪問販売です。マジで楽しみだな、うまくいくといいな。うまくいってくれ。真空パーク。あれ。あ、チームプレイかな。あ、やっぱでかいんだ。ドキドキする。頼むぞ。うまくいってくれよ。って結構大変なんですよ。反射しちゃってます。あ、切らなくていいですよ。つけて。はい、初めて見た。いや、俺は見てないです。見えないです。ライトをつけてもらっていいですか。今もう切れてないかな、はい。あー、来てますね。今ここまで。はい、で全部。はい。あ、来た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 。
え、ほんとだほんとだ、泡立ってる泡立ってる。あーダメだ、すんないか。あって来てる来てる来てる。空気が、要はゴム、ゴムの中に挟まってた空気が、あ、つけておいてもらいたい。うわーって浮き出てきた。ぐつぐつ言ってる。もう大丈夫かな。これ以上伸びがないかな。おわー、かっけえ。おぉ。さあ、空気が抜けたゴムさんはどうなるかな。これで泡立ってないクリーンなゴムができてるか。どうだ、きれい。でも空気結構入ってますね。ブツブツ。多分これはもう上に浮いてきてるから。ああ、表面化してるだけなんですね。そう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 。よっしゃ、流しますよ皆さん。ここでパソコンで大丈夫ですか。危なくないですか。いいですか。パソコンの上はさすがに危ないか。さすがに。あ、ピントが合わない。なんで。ピンとあって、あ、来た。さあ、いい？はい、お願いします。ゆっくり。結局泡立つんだよね。もう一回やるんですよね、最後に。そうそうそう。うお、楽しみ。来た来た来た。来た来た来た。うまくいってくれよ。よす、足りますゴム。あれ量全然だな。一缶でいけないのか。いけないパティンですかこれ。もしかして二缶でギリギリなのかもしれない。やば、余る計算したけどね。ですよね。多めに買っとこうって言ったんですけど、うん、あ、足りないパターンだこれ。ギリッギリかもしんないですね。いけます。あ、いけるか。これ半分ですよね、一缶の。いけるか。ギリッギリですね。キャッペ、キワキワだなこれ。キワキワっすね。だったらもう最終の最悪っすよ。ここにワックスかなんか落としちゃいましょうよ。ワックス？なんか要は物をこの辺に詰めてワックスかなんかを、で表面
の体積上げて潰しましょう。うん、どうしようか。はい。角材とかでも、端材とかでもいいの。ごめん、風見ちゃん。はい。いや、何でも。はい、僕やります。ですよ、全然。うん。はい。あれをね、はい、エアコン切ってって言おうと思ったんだけど、エアコンの電池を、はい、この、はい、ああ、入れ替えろと。こいつ使っちゃった。ああ、じゃあいいんじゃないですか。こいつ使わないからもう。あ、使わないですか。うん、あの全部2缶使っちゃうから。あ、エアコン。クリップさん、あいつさん、ガチャンって開けてさ。はい。なるべく固まるのを少しした。了解です。23度設定したんだけど。はい。降下速度を細めるために。はい。よし、ミッション終了。いいっす。いい仕事した。いや、定点でしょ。もうやりたくね。
もう多分ないでしょ。まあ、だいぶ取ってくれてティッシュで一回拭いた方がいいと思う。え？ティッシュで手拭いて、はい。それで手を洗った方がいい。いいっす。多分永遠に乾かない。うん。あ、すげえツルツル。なんだこれ。こねたいっす。一回やってみれば、はい、で、こいつ入れるときさ、はい、あの、まあ、いいや、それこねたんでしょ。くるくるして、それで真空ラップをさして、アートっていいね、みんな。芸術って良くないですか、皆さん。なかなか見れないですよ、シルバー作ってるところ。よかったね、ワードリスナーでね。いいんだよ、花火2、3発くれたら1人。安いよ。混ぜますか。はい。パティシエとか毎日こういうことだね。ですよ。リスナーさんが欲しいんですか、一人ぐらい。わかんないですけど。あ、でもパティシエが放送見てるとあんまわかんないな。実感が見出すか。何回ですか？ 1。 それね、ガチャンってすごい。
シルバーは925も950もホワイトもホワイトシルバーピンクシルバーイエローシルバー何でもいけます。これ置いてから置くと置けないから、はい、うまいことこれを、はい、中心でこの棒が入んなくちゃいけないの。こいつは空気する棒だから。どうしよう。オッケーですか。で、スイッチ。で、左に。左に。ジャンパーを入れます。そしたら、ゲージが上がってくる。で、少し立つと、モコ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 って、ロッケ出てくるから。チャンバーを真ん中戻す。うわすごいすごいすごい。ここで。おお。もう一回か。そうかい。表面張力で上がるぐらいですか。ギリギリまで。そう。あんまりいっちゃうと上にそのほらあれが来る。ベタベタになっちゃうから。で来ない。でもねこれで来ないんだよ。はい。でこれで空気抜けたっていうことだから。はい。もういいです。これでキャンバー真ん中戻して。これを人生で体験する人はごく一握りですよね。これを配信で回すっていうのも、まあ、多分初なんじゃないですかね。聞いたことがない。おい、できました。空気が抜けたゴムです。空気が抜けたボムです。で、俺はカメラマンもやってる方ね。はい。じゃあ行きましょう。で、ちょっと口をさ、はい、少し潰して。そうそうそう。映した方がいい。あ、いいです、いいです。いいの？大丈夫。
ンドさん。おう、ポンコツです。ボンさん、どうも。さっきから言われてるポンコツ姉妹、4姉妹ね。今日晴れて、金魚姫が4人目に入ってかわいそうにね。初見さん、どうも。スネークさん、925で首回り。うるせえバカ、ドンキホーテで買え。45時で。うるせえ、ドンキホーテで買えよ。今日早いね。一番早いですよ。45cmとかやんないから。めんどくさいです。ドンキで買え。売ってるものは買え。お金。売ってねえもん作ってんだよ。その人の首のサイズ直しちゃうからね。そうそうそう。よいしょ。それ、そっちの方にあれしない方がいい。え？こっちでペッて拭かない方がいい。それはその方が了解です。こういうことですね。そうそうそう。好きな用意しとくね。ギリギリじゃん。ギリギリですね。あ、でも空気抜いたときどうなるかですね。あ、そうだ。そう。だからやっぱ端に入れたいのは入れたいんですよ。だから端材かなんか。一発入れれば、まあ、なんとかなるかなっていう。そうです。それがあるんですよ。うん、ドン・キホーテで買うといいっすよ。ネックレス欲しい人は。うち、そういうのやってないんで。今度この黒に入れ替えるんですよね。あ、いや、使い分けじゃないですか。特に。ああ、特に。はい、特に大丈夫です。硬化してないから。はい、全部使っちゃうし。一気にいっちゃう。いや、ダメだ。ダメですね。あの、そう、測らなくていいんですか。丁寧に、丁寧には目を。うるせえ、教えねえ、バーカ。冷やかしだろ、帰れ。帰れ、帰れ。忙しいんだよ。教えねえよ。いや、厳しいから。うちは一元さんお断りだから。変えると思うなよ、簡単に。
うち厳しいから、ほんと。そういう感じだから。うるせえバーガー。いいなぁ、いいなぁ。いいなぁ。いいなぁ。あ、これはやばい。あ、ギリギリ。あ、ギリギリだなぁ。やっぱもう現段階詰めちゃいません？一応最後まで泳がせますこれ。うん、降下し4時間ですよね、降下。うん、泳がせる。うるせえ、消えろ消えろ、冷やかしたろ、帰れ帰れ、うるさいうるさいうるさい、消えろ消えろ。やかしは帰れ。ああ、外れちゃった。ああ。あ、大丈夫です。あれ？なんだこれ。難しいこれ、やばいっあとありがとう、アイテムありがとう。電池の方の問題だと思う。
で測らして消えないで。よし。あ、いや、ぴったり。あ、大丈夫です、大丈夫です。60人も見てるんだから。え60人も見てる。今日多いっすね、シルバー配信にしては、ね、はい。Thank you.
ちょっと待って。抜けて。今なんか。今カチッてまだやってないよ、ね。あ、回しましたね。でも反応しなかったです。そうだよね。はい。ゴムの台さっきちょっとずれたかもしれないです、これ。いや、関係ないですか、うん、それはなんか大丈夫なんだけど、このもう、この音の時点で、はい、違うんですか、なんだろう、油がもうなんか、もしかしてオイルが、
違う。一発目のこの音がおかしいんだよ。
何が音が違うんですか。吸い込んでないですか。うん、オイルを交換するのが必要な時があるんだけど、はい、そのオイルがないかなと思って横にオイルゲージがあるんだけど、うん、そういうわけでもないなさそうな。物理的にさっきみたいにゴムが切れてるとかさ、そういうことしてもなさそうなんだよ。モーターが初めてだな、こんな現象が。何の音がしたかもしれない。もう全然音がなんかなんてモーターが空回りしてるっていうか、ジューって吸い込んだよね普通は。はい。この何もしてない状態で。もうつけたらすぐシューって吸い込む感じなんですか、普通は。
はいっす。機材トラブルです。入れちゃわない方がいいですかね。浮いてきてはいるんですけど、あんまりですか。固まったらマットですか。だったらもう全部入れちゃおうか。それ入れて、はい、入れちゃって、また同じ残った半分も入れて、うん、最後にいけるかどうか、そうしよう。あーでも余った。でも行くしかないですもんね。ここできた。死ぬわけじゃないし。どうなるか全然違いますもんね。全然違いますね。やばいな。しょうがないです。でも冷やしとくと、はい、泡が上に行くらしい。そうっすか。うん、さっきよりは全然下の泡上に来てたんで、そうでしょ。だから固まっていく、要はその上に来た泡が閉じ込むのが嫌だったんで、だからもう混ぜて。僕操作ミスりました、ね、でもスイッチ入れてからでしょ。チャンバー入れたんでしょ。はい、別にチャンバー入れてスイッチ押して関係ないけどね、うん、逆で。これでも元々こうやってさ叩いて使うんだよ。じゃあ混ぜちゃいます。だからここに、はい、スプリングがある。トラブル。この後全部混ぜちゃうだけですもんね。そうね。うまいこといかないですかね。
時でスーツとかそんな良くないからね。うん、どうしよう。あいつが奇跡的に1回だけ命を吹き返す奇跡を、なんかねえかな。何の兆候もなくオイル切れってわけじゃないですか。そのオイル交換でこんなことになります？ストッパーかかったりします？うん、おあいけないになる。キャストしてる時にこれなったら本当はハッてなるね。ですよね。その前に8時間ぐらいさ、はい、炉で焼いてもうタイミング見計らって、そうですよね、地金もガーッて溶かして一気にさ行けって時にさ、はい、ブーンってなったらさ、あ、そうそう、でももう引き返すできないからね。弾を使おう。どうしよう。どうすんかな。今できることで最良の方法を。全部ですよ。やっぱ無理っすね。
誘ってる、中間層になるんですよ。だからもうここまでやっちゃっててもうこいつまっちゃうから、ここにあれをしても意味ないですよ。だから企画統一した方がいいですよ。いきます。でぶっ込むかどうかっすよね。ぶっ込みます、うん、入れちゃいます、うん、入れてもうかさますと、もし仮に動いたとして溢れないですかね。溢れるけど結局同じだから上に何か多分それギリギリ切ってくから入れるしかないですか、うん、じゃあ入れちゃいますね、うん、そもそも足りないですね。足りない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 。
ちゃんともあります、ね。なんか端材というか重いもので。なんか鉄の棒とかなんかないですか？真鍮とか安い端材みたいな木片とかでもいいですし、木片だと吸い込んじゃうのか。ギリ足りないですね。危ないですね。もし、ちょっと聞きたいんですけど、真空ポンプのオイルがそちらにあるかどうかちょっと聞きたいんですね。はい。はい。水抜きに使うもの、水抜き？いや、エアコンじゃないです。うん。いや、そういう感じだと、じゃあ、ごめんなさい。連携というか、前の町ので大丈夫だと思います。あ、オイル、置いてない。ちょっと待ってもらっていいですか？それってちなみに、おっしゃってるものって、なんか名前は何っていう名前ですかね。
商品名を知ってほしいですね。はい、もしそれだとその商品名とかっていう商品名ですか。あのコンプレッサーとかも一緒ですよ。担当は違うんです。だから今後もう一度ちょっと教えてもらっていいですか。今後なんですか。今後電力。電動真空ポンプとかそういうなんか真空ポンプ系のもの自体が置いてないですよ、商品としては。うん、ああそうですか。またじゃあいいです、わかりました。はいはい。はい、どうも。うん、ごめんね、忙しい時に。ロマノフの、キャスト機の真空ポンプあるじゃないですか。あれを今使ってたんだけど、ブーンって音になっちゃったんですよ、使ってる途中で。それって、オイルのあれかな、いや横のゲージ見ても別に特に減ってる様子はないのね。いきなりなの。今まで3回ぐらい回し、まあ、今って今日ね、今日な回してそれで吸ってるくれてたんだけど、いきなりこの音がさ、いつもだと結構、ガラルルルルって感じじゃない。うん、あれがちょっと違うのよ。勢いが悪い感じ。うん、吸ってない。ゲージが動かない。うん。どっかで漏れてる。破裂したホースが、
きなり今日その今まで使っててその何かの表紙で切れた亀裂が入ったってこと？はいはいはい。心臓部がっていうことは今まで何か あった？そうなんだ。じゃあオイル交換してもこれ無理っぽい感じか。もうそうなったら。そっか。このまあこの音ってもわかんないと思うけど、ブーンっていうさ。しないの。なるほど。そっちの線の方が強い。これ。はいはい。なるほど。これって、オイルもし交換するとしたら、そのホームセンターで売ってるレベルだったら何であれすればいいの？なるほど。それ商品名なの？まあ、某ホームセンターはたらい回しにされそうになったからもきあのいいですって言ったんだけど商品名よくわかんない、混合オイルですかって言われてあとエアコンに使いますかとか、なんか多分置いてないと思う、ある、いくら、あ、そんな感じなの。これどのぐらい入れるの？あ、そうなんだ。なるほど。分かった。てかね、もうね、硬化、乳液を作ってんの、乳液ゴム型を。で、4時間なのよ。タイムリミットが。だから、結構あれなんだね、ギリギリかなって。それで、それを交換したからって治んない可能性。てか、逆にほら、心臓動いてる感じするって言ってたじゃない。これ、分解しても、勝手に、これいける？いや、その心臓部じゃなくて、その言ってるさ、ホースのとこ。後ろからビス外せば大丈夫。はいはいはい。後ろね。わかりました。ちょっともう一回電話するかもしれないけど、折り返しすいません。もしあれだったら。はい。オイルじゃないと思うんです。ダンス、パイプダンスですか？
うんじゃないのかなっていう感じかな。噛んでるのは知ってるの、あのビチビチにつけてるから、はい、こいつが結構余裕で回してるの噛みちゃいます、うん、あ、それ、あ、そっか、あ、でもこれがあるから大丈夫か、支えておきます、ね、可能。
ホースの劣化と破れかもってことですね、うんうん、音がシューってするんじゃないかなあ、ちょっと待ってください。これで そうですよね。あの、す
吸い込み系の亀裂だったらシューってものすごいどっかで吸い込もうとかするはずですもんね、うん、右に回しても左に回しても音変わってないってことそこじゃないですよね。ホース系じゃないですね、うん、だよね。はい、そうです。もっと機械的な駆動系ですよね、こっちの。そうです。の駆動が止まって降下時間あともうちょいなんですよ。詳しいですか？あ、ごめんなさい。あ、そうです。そうなんですか。わかりました。いや、大丈夫。あのね、うん。ことは済んだんで大丈夫です。ありがとう。はーい。はーい。これ、なんか入れちゃった方がよくないですか？動かしちゃいません？うん、入れちゃった方がいいと思う。なんか入れる端材みたいなのあります？その話してなかった。これくらいの。木の板とかこういうのを飛ばないとまずいですよ。一応軽すぎる。六角レンチいいじゃないですか。ダメか。ただ作品に触れないように入れないとダメ。了解です。あとで取り出せばいいんですもんね。別に取り出さなくても どっちでもいいんだけど、うん、真鍮でもいけません？ないですかね。でこの台鉄なんですか？真鍮じゃないですか？くっつけたんですか？なんでもないです。ちょっとね、その、なんだろう、形状の話でこいつにこの本体にくっつかないようにしてくれるもの、こういう長細のものはそのうちこういうふうになっちゃうかな。だから球体の方が下にポコンポコンと落っこって、それで浮いてくる、そうが一番理想だなと思って。パチンコさん行って拾っとこうかな。
いやー参った。やばいっすね、ちょっと。トラブル続くな。いやゴム型っすね。要は脱法機の2回は4回に分けてやるの。ここまでは脱法できたんすよ。こういう状態です。こっから上が脱法できてなくて、キャストじゃなくてゴム型取る段階っすね。半分グラデーションになっちゃってるんですよ。